Olá, tudo bem? Harumi です。今日は今までに何々したことがないっていうこの表現覚えましょう。何々したことがないです。簡単です。Nunca、Nunca。これは英語の Never にあたる言葉です。一度もない。Never。もうこの単語自体が否定の意味を持っています。で、何々したことがないですけど、このぬんかの後に動詞を持ってくるわけなんですけど、この動詞、過去形です。ぬんか viajé。viajé は、viajar、旅行するの過去形です。一人称。だから、主語が私の時。私、一度も旅行したことがないの。この長いフレーズ、ぬんか viajé。これだけ。ぬんかと動詞の過去形を組み合わせることで今まで一度も旅行したことがないの。最初に言ったようにヌンカ自体が否定の意味を持つのでナオンとか入れなくていい余分なもんね。ナオンヌンカビアジェってなると思う。2つあの否定が入っちゃうのでいらない。そういうのはヌンカプラス過去形です。なので今日は4つビアジャーも含めて4つの動詞を覚えましょう。覚えます。まず原型覚えましょうか。Viajar、Viajar、旅行する。使う、Usar、Usar、壊す、Quebrar、Quebrar、泳ぐ、Mergulhar、Mergulhar、ちょっと難しいかな。Mergulhar、Mer、でエヒが入ってるから Mer。カリオコの発音だとね、メグリャリャ、最後のエヒもカリオカはなんか喉からって抜ける感じのメグリャ、ビアジャ、ウザ、ケブラ、メグリャ。次は一人称単数の主語が私の場合の活用いきます。ビアジャ、ビアジェイ、ビアジャ、ビアジェイ。Viajei, usar, usei, usei, quebrar, quebrei, quebrei. で最後がなんだっけ？めぐりゃ、めぐりゃい、めぐりゃい。全部いで終わりますね。Viajei, usei, quebrei, とめぐりゃい。ね、OK。じゃあこれをヌンカとくっつけて言ってみましょう。まず一度も旅行したことがないの。ヌンカビアジェイ、ヌンカビアジェイ。一度も使ったことがない。ヌンカウゼイ、ヌンカウゼイ。壊したことがない。一度も壊したことがない。ヌンカケブレイ、ヌンカケブレイ。あ、ちなみにこのケブラは壊す以外に壊れるっていう意味もあるので、一度も壊したことがないっていう意味にもなるし、主語が例えばパソコンになるとこのパソコンは一度も壊れたことがないっていう2つの意味で捉えることができます。あ、でもそうだ、パソコンが主語になったらなんかケブレイ、レイは主語が私の時だから活用変えないといけません。なんかケブローってもなるけど、まあそれについてはまた別の授業にしましょう。とりあえず今日は主語が私の場合ね、ヌンカケブレイ。まあ、最後、メフグレア。ヌンカメフグレイ。泳いだことがない。ヌンカメフグレイ。OK? じゃあ、ちょっと練習しよう。私が日本語で言います。例えば、使ったことがない。って言ったら、ヌンカウゼイですね。ヌンカウゼイ。いい？私は使ったことがありません。ヌンカウゼイ。ヌンカウゼイ。次、旅行。単語を入れ替えていきましょう。じゃあ旅行するって私が言ったら、Nunca viajé。Nunca viajé。じゃあ壊す。壊したことがない。Nunca quebré。Nunca quebré。泳ぐ。Nunca me fugré。Nunca me fugré。使う。
Nunca usei. 旅行する。Nunca viajei. Mergulhar. Ah, eu já tá. Oyogu. Nunca mergulhei. Nunca mergulhei. Muito. Quase. Nunca quebrei. どうでしょう。スムーズにできましたか。もっとたくさん動詞覚えて、まあ、動詞の原型とあとね活用を覚えなきゃいけないけど、活用させたのもこれからいろいろたくさん単語集として紹介していくので、この単語さえ入れ替えさえすれば今まで何々したことがないのってたくさんバリエーションが広がると思います。で、ヌンカ何、ヌンカの後に動詞くっつけて、その後にさらに、例えば、私は壊したことがないの。何を壊したことがないの？私はコンピューター、パソコン壊したことがない。って、ね、目的語をつければ、そうやってフレーズも大きくなるし、そうやってどんどんバリエーション増えていくと思います。OK。それに関してはまた別の授業で練習しましょう。いいですか？じゃあそんな感じで今日は。Beijo pra vocês. Tchau, tchau.